あ、イーニッドが新しい車を買ったみたいだね。かっこいい。ベンズデーも新しい車を買ったんだ。私の車と同じなんだけど。私と同じ車を買ったのはそっちでしょ。ん、喧嘩しないで。どっちもイケてるんだから、どっちが先とか関係ないよ。うん、あ、チャレンジが始まるみたいだね。レインボーの配達便よ。何をするつもりなの？車の飾り？そうよ、カラフルなユニコーンカーにしちゃうの。そのためには虹色のカーペットをかけるわよ。全体的に貼らないとね。ベンズデーの車と同じなのは嫌なんだ。タイヤにも虹を忘れずにね。あ、イーニッドの車かわいいね。ベンズデーはどう思う？ノーコメントよ。でもいいこと考えた。私だって自分流に飾り付けするわ。あとは必要なものを注文するだけね。もう届いたみたいだね。大丈夫かな。なんか真っ青だけど。これはクエンティン、ドラキュラさんの元で働いてるの。何が入ってるのかしら。黒いスプレーがあれば車があっという間に真っ黒になるわね。白は本当に最悪な色よ。できた。飾り付けだってするわよ。吸血鬼の車みたいにしたいわ。クエンティンを見てそうしたくなったの。牙も忘れないようにしないと。恐ろしくなったでしょ。すごく不気味。ウェンズデーの新しい車なの？ウェンズデーもイーニッドもよく頑張ったね。イーニッド、また何か頼んだの？え、細かいものよ。車に置くおもちゃとか買ったの。まずはシートにカラフルなカバーをかけないとね。柔らかくて素敵。後ろには私のお友達を乗せるの。気に入ってもらえるはずよ。そしてハンドルのカバーもね。私の車みたいに可愛いでしょ。もっともっとカラフルにしちゃいたい。私の大好きなハギーワギーよ。もっともっと可愛くてふわふわなものを置かないとね。あと少しで車が完成するわ。あ、可愛いインテリアだね。負けるわけにはいかないわ。私だってすごいインテリアにするからね。ちょうど黒いカバーがあったはず。黒いクッションとハギーワギーを乗せないとね。ハンドルカバーも忘れずに。運転中にこのハンドルを触るところが想像できるわ。あと少しで完成ね。この子は友達のジャック。かわいいでしょ。これは親からのプレゼント。できたわ。ベンズデー、最高すぎて鳥肌が立っちゃったよ。それもお友達なの？ええ、痩せすぎちゃったボブよ。ハロウィンのシーズンじゃないのに。最悪。早く隠れないと。ベンズデー、何してるの？ハンド、道具を貸して。早く。ちゃんと仕事して。ありがとう。ベンズデー、何してるの？話してくれる？あ、イーニッド。調子はどう？ベンズデーが何かしてるんだけどよくわからないんだよね。話してあげるから待ってて。ハンド、どこなの？どこに行ったのよ。絶対に見つけ出すからね。もうめんどくさがり屋なんだから。怒らないから出ておいで。どこにもいないんだけど。地獄にでも落ちたのかしら。必ず見つけ出してしつけをしてやるからね。あれ、なんで並んでるの？おかしいね。何か売ってるのかな。ここで何が起こってるの？ハンドと一緒にサロンを開くことにしたんだ。すごいでしょ。何を開いたの？ハンド、見損なったわ。
最近バラのお手入れをしてなかったわ。時間があるうちにやっておかないと。すっごくいい匂いがする。お母さんも気に入ってくれるはずよ。私の大好きなウサちゃんはどこ？あ、ウェンズデー？ここで何してるの？白すぎるわね。私のトランクルームにあるものを見たい？もちろん。お邪魔するわ。何があるの？待って、目をつぶってもらうわよ。わかった。ちょうどいいものがあるんだ。サプライズ大好き。ああ、イーニッドは気に入らないサプライズだと思うけど、すごく気持ち悪いよ。これはウェンズデーのトランクだから予想はできたことだけどね。イーニッド、我慢して。ヘビやネズミ、気に入ってもらえるといいけど。あ、何これ、柔らかい、面白い。私はサプライズが大好きだからヒントはいらないよ。あれ、何かキャッチできた。なんだろう。私はヘビが怖いのに。もう、何なの、なんてことしてくれたのよ。ウェンズデー、やりすぎ。ウェンズデーが今からチェロを弾くみたいだね。前から聞いてみたかったんだ。最悪な音、早く消して。そんなの音楽じゃないでしょ。敵にも聞かせたくないものだわ。スピーカーを買っておいてよかった。ボブ、本当の音楽というものを見せつけましょう。ミュージックバトルの始まりかな。すごい、イーニッドはどう受けて立つの。何よ、猫の叫び声みたいなんだけど。あ、チェロを弾いてるのね。私の友達がびっくりしたんだけど。ハンド、何してるの。もっと綺麗な音楽を聴くようにしつけしたのに。私はすっごくいいと思うけどね。踊りたくなっちゃった。確かに少しだけ良さがわかるかも。私も踊りたくなっちゃったわ。すっごく楽しいね。二人とも同じ趣味が見つかった。音楽には団結力を高める。待ちなさい、お菓子は没収するからね。大変、どうしたの、気持ち悪いんだ。早く運んで。誰それ、もう空きがないわよ。え、まさか弟なの。本当に死んじゃうところだったよ。いや、ナンシー、僕は大丈夫。お菓子を持ってきてあげたよ。どう、嬉しい。こんなにたくさん持ってきてくれてありがとう。病院のみんなで食べられる量ね。コーラ、懐かしいな。メントスも美味しい。待ちなさい、この標識をよく見て。お菓子は持ち込み禁止なの。大変だ、このままじゃ僕の大好きなポテチが奪われちゃうよ。いいこと考えた。看護師に変装すれば大丈夫だよね。僕、かっこいいだろう。や、かわいこちゃん、同僚だよ。覚えてないの？一緒に勉強してたのに。交代の時間だよ。バイバイ。あ、ちょっと待って、標識見える？お菓子は持ち込み禁止。お菓子がこんなにたくさん手に入ったぞ。誰も見てない間にナンシーに持っていこう。ナンシー、サプライズだよ。またまたお菓子さ、受付でもらってきたんだよ。お姉ちゃんが大好きなポテチもあるからね。やっぱり喜んでくれると思った。おいしい。そうだね。ここで何してるの。待ちなさい、絶対に見つけ出すからね。あ、どうしよう、どこに隠れよう。何も食べないでよ。頭がすごく痛いわ。待ちなさい、お菓子はここに置いて。
静かにしてもらえる？頭が痛いの？僕はテッド先生。Hey. ドクターだよ。なんだい？ Please. 何か薬を持ってない？朝から頭が痛いの。もちろん、すぐにいい薬を見つけてあげよう。いいこと考えた。これを飲めば？ありがとう、助かったわ。これって本当にお薬？こんなに甘いはずないわよね。What? あ、スキットレズじゃないの。あ、早く逃げないと。バイバイ。薬じゃなくてキャンディーをくれたの。お菓子は持ち込み禁止なの。なんで誰も守ってくれないの？通ってもいいかな。ありがとう。僕はいないよ。あ、バレちゃった。やあ、じゃあ行くね。何それ、お菓子が落ちてるわね。待ちなさい。なんでスキットルズが床に落ちてるの？あら、わかったわ。病院を出て行って。もう、なんなのよ。何見てるの？チップスを出してどっか行きなさい。退院なの？よかったじゃない。バイバイ。これからは気をつけて。あ、大丈夫？早く病室に戻って。これからは自転車禁止。かわいそうに。どうしたの？何か手伝えることはあるかしら？いや、かわいこちゃん。あら、スルターンなの？素晴らしいわね。ありがとう。お嫁を選びに来たんだ。君、気に入ったよ。What? え、誰これ？僕だよ、僕、テッド。このコスチューム、どう？お金持ちに似てる？お金の代わりに持ってきたのはお菓子だよ。あげる、あげる。おいしいね。ハミー。待ちなさい、お菓子は持ち込み禁止よ。病人なのはわかるけど、お菓子とはここで別れてもらうからね。なんだって？お菓子とお別れ？大変だ。すぐに何か思いつかないと。ビンゴ。看護師さんにバレないように隠しちゃおう。隠すのは簡単だよ。用意するのはプリングルスの空のパッケージと偽物の手。包帯で巻いて中にスキットルズを入れるんだ。よし、受付を通過しよう。返さない。待ちなさい。手が痛いの？あー、痛いよ。ごめんなさい、早く先生の元へ行って。騙されたね。ナンシー、骨折しちゃったよ。痛い？嘘、かわいそうに。冗談だよ。大変。これはお菓子を持ち込むためのトリックさ。天才的なアイデアでしょ。すごいじゃない。ありがとう。なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見て、このピザタワー、すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。おいしい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。もうやめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。って
を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね。すごい。そんなこともできるんだね。どうやったの？おいしいから何でもできるのよ。あれ？何これ？ピザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。おいしい。早く元に戻さないと。あ、よかった。私のピザは？誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。カモン。オッケー。からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ。最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。あー、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。あー、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。わかったよ。でもまずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ？食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった。危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。
がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やった、やっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの。アレックス、運が悪いわね。あー、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない。二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ、盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい、手を挙げて。くらえ。どうだった、これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ、早く食べよう。そうね、おいしい。あれ、チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。